次の日、ささやくおもちゃの家。ドーン。いやあ、さすが圭介だよ。今回やっていくのは、次の日シリーズ最新作、ささやくおもちゃの家。人形がテーマの次の日。過去にね、電車だったり、猫が主人公だったり、やり直しがテーマだったり、いろんな次の日が出てきましたが、今回は人形。ホラーの定番やね、人形って。人形でね、なんか突き詰めていけば怖い題材になりますよね。日本の人形やって髪の毛が伸びたりさ、海外の映画だったら、チャイルドプレイとかいう、人形が人を殺しにかかるような映画もあります。とうとう、次の日も人形をテーマにしたホラー。ちょっと不気味な内容になってくるんじゃないかなと思います。ささやくやけんな。ほんまに不気味な次の日が出てくるかと思います。やっていきまーす。ご注意。とても怖いお話が始まるよ。苦手な子は大人と一緒に見ようね。画面の向こう側のおっきいお友達の皆さん。お母さんとちゃんと見ないといけないや。俺の視聴者に子供っておるんかな。俺の視聴者ってあんまり小さい子供おるイメージないんやけどな。わからん。どうなんですかね。もし俺の動画の視聴者で10歳以下の人いたら手を挙げてね。はーい。エニー、なんて書いてんの？エニー、なんて書いてんのかわからん。トイハウスの上の文字がわからん。なんて書いてんのこれ。人形覗いてるよ。窓からこっち覗いてるわ、人形が。てか、そこら中で人形がたくさんおるな。ひょっこり生えてる。ひょっこりはんが4人もいるぞ。Welcome to the、 なんて書いてんのこれ。なんとかトイハウス。楽しい。楽しいおもちゃの家へようこそ。家の中に入ったら奥に進もう。たくさんのおもちゃの道の出会いが待ってるよ。トイストーリーなんじゃ。今回ちょっとトイストーリーの日本版みたいな感じなんか。トイストーリー5かこれは。いきなりでかい人形が。でかない。黒人形でかない。買うなら10万以上しそうな感じの。あれ？真っ暗？この女の子も女の子でさ、人形っぽくて可愛いけどさ、なんでこんなに顔が真っ暗なんですかね。体全身が結構真っ暗なんですけどね。不気味だ。人形屋さんってことか、ここ。ぼう。わあ、お人形がいっぱーい。ふうふうふう。なぜドラえもん出てきたん。なぜかドラえもんが出てきたよ、今。ふうふうふう。ほんまにほんまにたくさん人形がある。わあ、キュートか。外国の次の日なんじゃ、これ。次の日の外国版みたいな感じになったよ、これ。わあ、キュートか。まさか英語の字幕が出てくるとは思わんかった。ほんまにささやいてきてるな。いかん。ちょっと俺、仕事疲れが溜まっとるけん、眠たくなりそうな気がする。ようこそ、おもちゃの天国へ。人形、いろんな人形が、ね、えらいなんか、顔が不幸そうな。なんか、しょぼくれた人形がありますけど。しょぼくれた人形が座ってますけど、なんすかね、これ。あ、お外、暗くなってきちゃった。でも、お人形、もっと見たいな。君のお人形みたいな見た目してるけどね。君も、こっちの世界に古代書いて人形に言わそうやな。そのまま、奥へ来て。扉の奥へ、来てごらん。いざなわれてるな。私も人形の仲間入りが
できるのかな。え、だからだんだんこれ喋ってるやつがさ、不審者のおっちゃんみたいな感じになってるよ。これついていったらさらわれるやつじゃないですかね。警察に通報した方がいいやつじゃないですかね。あ、何を見たんだ。帰ったじゃないか。何を見たんだよ。その扉の向こうへ何を見たんだよ。明日もおいで。あって言ってさ、突然帰っていく。何を見たんだよ。月の日。スタート画面といい、なんかさ、こんな割とポップな感じの BGM なんよな。ほんまにホラーなんだろうかなって、次の日なんだろうかなって。俺がこれを やってる次の日ってゲームは本当に次の日なのか。今日も来ちゃった、虜になってるな。人形の魅力に虜になってるな。2日連続で来るんか。ちゃんと服装が変わっとるんがいいね。結構いいところ育ちだよこの女の子。いい服着てんなお前。ほんまに人形っぽいな。お前、実は人形ですみたいな感じの設定じゃないだろうな、お前。また明るくなったわ。お人形、もっと見てみたいけど、あの扉の奥にもっとあるのかな。昨日何だったんだ。扉開けた瞬間、いきなり帰ってきたけどさ、扉の向こうに何があった、お前。今日も、来てくれたんだね。来たよ。来たよ。おーっと、ハート時計か。まだなんかメルヘンチックなだけで、そんなにホラー要素とかないんやろな。次の日やけんさ、歩きょって何かさ、ドバーって来そうなもんやけどさ、まだメルヘンチックな範囲になってるの。おっと、あら、ひょっこりはんや。はい、ひょっこりはんや。ひょっこりはんのファンやな、お前。かわいいから許す。あー、出ていった。君はお人形が大好きなんだね。僕たちも君が大好きだよ。何を根拠にそう言ってるんだ。昨日は初めて会ったばかりではないか。昨日の距離で何が分かったんだお前。私のことを勝手に決めつけないでくれ。昨日今日で出会って私の何を知ってると言うんだ。たくさんの友達が待ってるよ。で、扉を開けて、扉開けて、中出てきたよって。どっちがやってるか掴んだらダメそうな感じの手が出てきたよ。入っておいで。あ！だから何が見たんだ？何が見えたんだお前。あーじゃねえんだよお前。あ、落ちちゃうじゃないかお前。がっかりして落ちちゃうじゃないかお前。明日も待ってるよ。何があったんだよ。おい、扉の向こうの人間とこの女の子の間に何があったんだよ。雨が降ってきた。これは心の雨だとでも言いたいのか。あーって言われて去られたけどさ、ちょっとここにショック受けてんじゃないのか。あ、ひょっこりはんかけるにひょっこりのファンのファンがたくさんおるな。わ、外雨降ってるな。雨降ってきちゃった。相変わらずこの子の着ている服はめっちゃ高貴やなお前。高そうな服着てるなお前。いろんなバリエーションの存在服があるのか。めっちゃ金持ちだな。ちょっとカクって動いたね。まあ次の日ではよくあることです。あのお店の人、あの扉の奥にいるのかな。お家に連絡しなきゃ。
毎度毎度一人で来てるからな。お店なのにお金とか自分で持ってきてないからな。ちゃんとお父さんお母さんと相談してさ、一緒に来ないとダメだよ。おい、風邪をひいたら大変だ。この喋っている人さ、ほんまに怪しいんだよな。そのうちさらおうとしてるんじゃないかな。優しい声かけてさらいに来るっていう、そういう誘拐犯いるよね。いや、俺会ったことないんだけど。来るか、ひょっこりはん。窓からひょっこりはん来るか、来るか、来るか、来ない、来ません。光ります。雨降ってるから外からひょっこりはんするやつはいません。怖がらないで。笑い声が結構聞こえてくるようになった。主張が激しくなった。勇気を出して。愛と勇気だけが友達さとは言ったら、なんか隣にアンパンマンみたいなやつおるないか、お前。生まれたてのアンパンマンみたいなやつおるぞ、お前。え？もろい開いたな、ドア、扉が。さあ、入っておいで。大丈夫。ちょっとペロペロするだけだからさ。普通に変態ですけど。入っていいの？え、逆に入らへんのみたいな感じで、こっち見るな、お前。隣の青い目のやつ。おーっと、とうとう入る。とうとう入るで。とうとう入るで。これまでドア開けた瞬間、えって言っていきなり去っていたのに、とうとう入るで。めっちゃ奥行きがありそうな感じの部屋だな。なんでカーテン越しなんだ、これは。なんかエッチな部屋みたいな感じになってる。このカーテンの感じがちょっとエッチな風俗な感じがしている。風俗とは言っちゃあかんかもしれんけど。おっと、ウェルカムのところ来て。鏡のえ、鏡外に出てきた。観覧車がある。何この世界観。遊園地だー。なんでだ。なぜ遊園地があるんだ。どういう世界観。どういう設計思想だ。なんだ、トンネルを抜けるとそこは遊園地でしたみたいな、そういう文学があるんか。そういう文学があるんか、お前。そういう始まりで始まる小説があるんか。太宰治か。みんな君を待っていたんだよ。一緒に遊ぼう。あれ、なんだ、今回の次の日えらい平和でないか、お前。ここはおもちゃの天国だよ。おいおい、驚かし要素がないぞ、お前。えらい平和に進んでいっきょうじゃないか、お前。メルヘンチックな不思議の国のアリスみたいな感じ。どうしたどうした。なんだ、うふふ、楽しいな。わあ、鏡で日光めっちゃ反射して集めてきやがった。女の子が焼かれるぞ、女の子が焼かれるぞ、真ん中の女の子が。あ、次の日、あれ、降ってる雨がなんか毒みたいな色になってるぞ。なんかちょっと悲しそうに歩いてるな。めっちゃ下向いて歩いてるぞ。おい、はい、ひょっこりはん3人目。なんか費用ごとに1体ずつひょっこりはん出てくるぞ、お前。増えてきてるぞ、お前。何があったんや。この辺で事件、なんか事件あったんか。誘拐事件が起きたぞ、とうとう、おい。どうしたん。お家に帰らなくちゃ。でもこの人形の世界に来てしまったんじゃ。夢ならばどれだけよかったでしょう。
不気味な音楽来たぞ。通の日の真骨頂が。わあ、お人形がいっぱい。さっき前の不安はどうした？お前帰らなくちゃっていうあれはどうした？人形見た瞬間もう心変わりしちゃったよ。お前やめろ、人形にとらわれるな。心を人形にとらわれるな。今日も一緒に遊ぶ、かわいいお人形さん。もうこの子が人形になり生えてそうな感じの展開になりますけど、確かに可愛いけど、めっちゃ時計が自己主張してますけど、めっちゃうるさいんですけど、ピーポーピーポーじゃないんですけど。電球変えて、つり下げないで、かわいそうだから、つり下げないで。あーらら、あーらららら、ふふふふふふ。なんでドラえもんのモノマネしたんだ。のび太くん、もっと遊びたいのかい、のび太くん。わ、やべえドラえもんがいる。やべえドラえもんが向こう側にいるぜ。パパやママや心配するよ。元の時代に戻らなくていいのかい、のび太くん。帰らなくていいのかい？もっと遊びたいな。くそ、また開いちまったよ。いいよ、おいで。ふうふうふう。くそ、ドラえもんの誘惑に勝てねえ。ドラえもんの誘惑に勝てねえよ。くそ、また人形の世界に来ちまったよ。遊園地に来ちゃったよ。カーテンの色変わってるよ。てか後ろになんかいるよ。最初入った時にはいなかったやつが後ろにいるよ。なんかナビゲーションしてくれてるな。今日もいっぱい遊ぼう。あ、ちょっと待って、鏡の中の君は喜んでないぞ。ちょっと、お父さんとお母さんのところに帰らなきゃいたいという後ろめたさが見えてるぞ。あと、この世界観どうなってるんですかね。真っ赤っかーの真っ赤っかーのカッ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 カーになってますよ。錆びてるぞ。おい、観覧車錆びてるぞ。ちゃんと点検してるの。首だけ浮いてるわ。君がお友達になってくれて嬉しいよ。首の持ち主、首の持ち主。ちょっとそんな何事もなかったのかのように馬に乗ってる場合じゃないですよ。ドローン飛んでった。私の隣にドローン飛んでった。おお、ひょっこりはん、ちょっと怖いひょっこりはんおったな今、鏡の中に。鏡の中のマリオネット。どっちが本当の自分なんでしょう。うふ、ずっとここにいたいな。大コースじゃないか。ギターズグの弾きました。 BGM もバグっております。女の子の目も真っ黒になってます。近づくな。ああ、これはダメだ。精神持ってかれたわ。あかんやつや、あかんやつや。もうひょっこりはんがしっかり僕出てきたしね。はい、ひょっこりはん、もうがっつりできた。がっつりはんやないか、どっちかでたら。
わあ、操られてる。後ろにもう操ってる本人おるもんな。私が人形になったらあなたが操り人よ。帰らなくていいのかい？返してくれんもん。もう完全に赤い糸で結ばれちゃった。でもあいつに帰りたくないよ。割れ放題やぞ時計。自己主張激しい頭が飛んでったな今。ここでみんなと遊んでいたいよ。はい、ひょっこりはん。ひょっこりはん何人目だお前。人形の世界でひょっこりはん大人気だな。あとがっつりはんだ。つい下げられたー。浮いてるパントマイム。ワイヤーアクション。ずっとここで暮らすのかい。ワイヤーアクションに挑戦。初めて女の子、10歳の女の子、ワイヤーアクションに初めて挑戦。もう何でも吊り下げればいいと思うなよお前。自己主張の激しい頭がたまに通るんよなここ。それなら扉の奥に来たらいい。どうも。どうもー。なんかザ・ハウス・オブ・ザ・デッドに出てきそうな感じのゾンビ出てきたな。はい、俺の方が怖い。はい、俺の方が怖い声出したい、今。もう一回やったらいいですか？音量注意ですよ。はい、音量注意でした。来た、人形の世界。ここだけは私の平和なひととき。そう、これ見てくださいね。うふふ。しかし顔が笑ってない感じが。てか人形の顔になってしまっとるな完全に。もう鏡の方が目顔ではないかお前。鏡の中に取り込まれてしまった感じ。本当にどっちが本当の君なのか。みんな関係するよ。いや、肺炎になって20年くらい経った遊園地や。ここにはいっぱい友達がいるよ。20年くらいほつろかさされた遊園地みたいになってますけどね。目からトマトケチャップドロ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 。永遠にここで暮らそう。食べ物の心配したらあかんでないか。食べ物なさそうやぞお前ここで暮らすにも。人形と俺どっちの公園の方が怖いかな視聴者さん的には。もうどんどんゾンビになってるもん。鏡の中の方がすごい健やかになってますけど。鏡よ鏡よ鏡さん、私ずっとここにいたいな。おもちゃと一緒に遊ぶの。とっても素敵な場所よ。もう帰らない、永遠に帰らないのがいいんだけど。終わりすぎじゃないですかね鏡。
はい、弁償入りまーす。扉、その向こうにあるのは楽園なんでしょうか、それとも悪夢なのでしょうか。スタッフ、ゲームマガジン、いろんなフリーゲーム、素晴らしいフリーゲームが集まるサイト、 BGM が効果音を提供してくださった皆様、別に俺が提供されたわけじゃないけど黒ゲームで使われている BGM や効果音、そしてなんだこれ、ブリジンアドバイザー、いろんな方が関わってこのゲームができております。で、別に俺作者じゃないけど、クリエイテッドバイアイムシアンさん、毎度毎度ありがとうございます。そして彼女は人形として、今日も楽園へ遊びに来たんでした。この廃墟に、この廃墟には、次は君の番だよ。俺？ふうふうふう、I'm Sheer。 もう一度言わせてもらいます。いつもありがとうございます。毎度毎度楽しませていただいております。もうスタート画面がさ、あかんことになってますからね。もうダメなところを隠す気ないですからね、これ。